じゃあ、こうという字ですね。まず45度で払ったら、まあ、大体一緒の位置かちょっと上ぐらいですね。同じような角度で。これも45度ぐらいで持ってきたら、同じ長さぐらいで少し右に上げていきます。で、閉じます。じゃあ、こうの行書に行きますね。左下に向かって、まあ、細いから太いですね。下が太くなるように。そしたら、まあ、同じ位置ぐらいから抜いて、それを受けて、45度ぐらい。向き変えて、ちょっと上よりも短めですね。すっと抜いて、下を太くして止めて抜きます。